今日のスズライフはですね、ここはですね、東北自動車道の、平泉前沢パーキングサービスエリアですね。で、今日は、北上から、岩手の北上市から秋田の、横手市の間にあるね、錦秋湖、まあ湯田ですね、湯田っていう地名のとこがあって、そっちの方に行きたいと思いますね。雨はね、降らない予報ですね。ただまあ梅雨なんでね、あの晴れ間っていうのはあるんだけど、青空ではないですよね。まあこっからだいたい40分ぐらいのとこみたいなんで、まずはそこまで高速で行って、で帰りは高速から降りて、一般道を、まあ、途中まで走って、あと高速で帰ると、そんな感じですね。はい、よしと早速行ってみたいと思いますね。本線に戻るとこっちか。いやー、なんかちょっとね、晴れ間なんだけど、青空がないな。ちょっと寂しい感じですよね。でもそんなに寒くはないんでね、あったかいからまあいいですけど。おいっと、東北道から秋田道に入りましたね。まあ東北道はね、やっぱり交通量が多いですけど、秋田道はまあそうでもないですよね。ただあれか、車線が少なくなっちゃうのかな。逆に煽られちゃったりする場合もあるんだよね。ちょっとその辺がね、心配だけどもね。はい、湯田までね、あと18キロね。だいぶ田舎感出てきましたね。山だね、周りはね。なんか気持ちいいね。あんまりこっちはね、来たことない。1回あるかな。そう、だいぶ前だね。7、8年以上前だと思いますけど、1回から2回か来たことあるね。よしと、サービスエリアがありますね。ハイウェイオアシス錦秋湖。まああんまりね、こう秋田道はそんなにこういうサービスエリア数少ないはずだからね、ちょっと寄ってみますか。 100m 先サービスエリアって書いてあるな。すんげえ遠かったな、このサービスエリアって。なんか1キロ半ぐらい走らせられるんだけど、本土から。こういうのもあるんだね。錦秋湖はこっからはちょっとなんか見えづらいな。錦秋湖サービスエリアの割にはそうだね、ちょっと見えないのかな。まあでもちょっと休憩だな。案内看板だな。ここ錦秋湖ですね。でこの湯田っていうところで降りて、今度はこの道を戻るって、そんな感じにしたいんですね。まっすぐ行くと横手に行って、横手からね、あの湯沢とか通って帰れるんだけど、そっちは1時間以上遠くね、時間かかるんでやめますね。なんか熊出没注意だって。熊も出るのかよ。まあ出そうだね、秋田だからね。まあ何にもないな。まあどっちかっていえば本当に休憩所って感じですね。ちょっと一服して、まあ湯田に向かいますか。はい、じゃあ再び出発しますかね。ここにスタンドがねあってね。はい、今横断道っていうんですかね、秋田道降りました。で、湯田方面ちょっと戻る感じなのかな。いやー、田舎だな、田舎。ほんと田舎だね。いいねー。確かに熊出そうだわ。ちょっと熊スプレーでもあのバッグに入れとくかな。まあ常備つけてますからね、私。
北上まで36キロ、そうだね、北上までは一般道で行って、北上から東北自動車道に乗って帰るって、そんな感じかな。だから35、6キロこの一般道を走るっていう、そういう感じしたいですよね。よしと、ちょっとホット湯だっていう、まあ駅だなに到着しました。温泉郷、湯田温泉ってあるんだね、のかな、温泉郷になってるみたい。ホット湯田、ああ日帰り温泉なんだね、これね、これ日帰り温泉なんだ。ああそういうのがあるんだね。でこれはなんだ、駅舎、あそっか、ここ駅があって、駅の隣に日帰り温泉があるんですよね。そんな感じですね。あとそこに足湯がある、そんな感じですね。今これホットユーダーだね。これを、あこっちに行くと湯川温泉って温泉があるんだね、まあ、行かないけど、これずっとこう行く予定なんですよ、車でね。高速は使わないから、こっちは高速なのかな、こう行って、あ違うか、こっちか、これが高速で、この道をこうずっとね、こういう感じで行く予定ですね。峠山オアシス館、あこれさっき寄ったとこかな。だからこう行って、まあ道の駅錦秋湖って、まあ、そういうところまでぐーっと行くって、そういう感じですね。で足湯がありますね。手だけ入れっか足脱ぐの、あ意外とあったかい。そっちになんか案内があるな、もっと詳しいわ。ここあって、こう行くと湯川温泉で、まあこう戻ってね、ずっとこうか、こっち側に行くっていう、そういう予定ですね。水のカーテンとかあったな。サイクリングで行けるのか、まあ、こういうやつね、まあいいでしょう。はい、ホットユダ後にして、北上側に向かいますね。うん、いいね、大好きな田舎道だ。よいしょと、107号線なんだな、それを北上側ね。道の駅までは9.6キロなんで、そんなにないですよね。さっき湯川温泉ってあったけど、こう見ると正面に、左側4キロ行くと湯本温泉っていうのもあるんだね。やっぱ温泉多いんだねこの辺ね。山としては、和賀山系かな、だから和賀山、うん、あの平和の和に、あの、画商の画ですね、その山に近いところですよね。まあ、 あのいい山で登ったことないけど、熊が多い山ですねよいしょと、こっち側ですね。はい、錦秋湖なんですかねこれね。錦に秋って書いて錦秋って呼ぶんですね。秋田だね。秋田？岩手か。岩手？秋田か？どっちだ？ちょっと忘れちゃった。あいいね。この辺緑だね。なんか濁ってるから緑なのか知らんけど。うん、岩手だな。うん。秋田じゃないな。そう。和賀山系越えると和賀山系を挟んで秋田と岩手なのかな。あいいね。
なんか久々ツーリング来たって感じ。なんか近くばっかり行ってたから、うん、まあ梅雨だからね、しょうがないですけどね。これ何、マトブリッジ、マワトブリッジ、なるほど。ちょっと走りながら近況報告でもしますかね。パートね、面接この間行ってね、それでお断りのあれが来ましたね。これ3件目かな。まあ書類だけで落ちてるのが2件と、面接行ってこの間落ちてね。で、明日また面接ですけどね。まあやっぱりなかなかね、希望がなんて言ったって10時から4時ぐらいまでなんで、それもまあ週4か5、そんな希望なんですよね。そこやっぱ人集まるからなかなかね取れない。やっぱきっちりね8時5時ぐらいまでやれれば、フルタイムでやれればあるんでしょうけどね。まあ前派遣の時は朝6時に起きてね、だいたいまあ7時に出て8時に仕事場に着いて、5時から5時半までやって、そんで家に帰って7時で、お袋に7時半には飯食わせてみたいなね。あ、綺麗だな。あ、そんなことだったですよね。でもやっぱり、まあ、理想とすると、デイサービスから、に送り出しする8時半に以降に出て、そんで、4時半には、お袋来るんでね、その時までに家に着くみたいなっていうと、まあ10時4時とかね、なんですよね。そりゃないっすわね。それはないよ、なかなかそんなすごいのは。やっぱり主婦とかね、そういうのならあれだけど、特に私は高齢者ですからね、あと何年働いてくれるんだろうって向こうも考えるだろうしまあそういうことでしょうね。厳しいですよ、なんかどっちしても。まあ今はそんな感じで、その条件探してみてないなって思ったら、ダメだなと思ったら、やっぱり朝のスタートはもう早くもうしょうがないと。でただ帰りはまあ少なくても、そうだね、5時には終わって、そうすると家から近、そんなに遠くなければね、5時に終わって5時半ぐらいに戻ってっていうんであれば、1時間ちょっとぐらい、まあ、おふくろさんに我慢してもらえればいいと思うんですよね。もともとね、派遣とかの前に普通に働いた時はまあちょっと遅かったんでね、8時ぐらいまで仕事して9時ぐらいに帰ってきてみなってくると、本当にそこまでご飯も食べないで待ったりする、まあ用意しててもね食べなかったりするし、外で待たれたりするんで、ちょっともうダメだっていうことで派遣にして、でも派遣でもまあ帰りがね7時ぐらいかな、まあ、そこからご飯食わせてみたいな感じだったです。すとまあ、2時間以上かな、2時間半とかは一人で待ってなきゃいけないんですよね。あ、綺麗だね、いいね。それはやっぱり辛いでしょうね。特に今はもっとボケてるから、仕事に行ったっていうことが分かんなかったりするわけだね。どこに行ったんだろうとかって、そうなっちゃうんだよね。そうするともう不安でしょうがないんだよね、多分ね。だからね、10時4時なんだけどないっすよね。まあ朝はまあデイサービスの人にもうお任せして、帰りだな、帰り早く帰れるような仕事で、まあ最悪探すからね。これはあれだね、スノーシェードみたいな感じの役割かな。やっぱり土砂崩れとか守るためでしょうね。ここすぐ崖だもんね。
そっちがすぐ川だもんね、錦秋湖ね。うん、雨降ったから、あの後だからちょっと水が溜まってていいですね。見干からびてるとあんま綺麗も何もないもんね。ちょっとこの木が邪魔だな。もうちょっと木がなきゃすごく綺麗な景色だと思うんだよな。ああ、こことかいいね。こんな感じだね。緑だよな。うん、いいです。いいね。なんか爽やかな感じだ。道の駅、なんだ、錦秋湖。錦秋湖ですね。こっから錦秋湖は見えないね。そっち多分降りていくと錦秋湖は見えるって、そんな感じでしょうね。ちょうど今ねお昼ですね。まあなんかちょっと食べ物あったら買っていきますかね。うん、何あんだ、うしょと、に西わらび入りそば、かんざらしそば、そんなのなんだな。熊鍋定食、ああ熊そば、決め手は熊油です、煮込んだ熊肉、すごいね。はい、よしと、道の駅錦秋湖、熊そばもいただきましたんで、帰りの方に、こっちか北上の方に向かいますかね。まああとはのんびり帰るだけですからね。左方向、これでいいのかな、こっちだな、よいしょ。まあこのスノーシェルターとあれが多いですね。スノーシェットと、トンネルが多いですよね、この辺は。やっぱり山をくり抜いて、道、山際に道と、あと山くり抜いてね、道にしてるから山深いんだね、やっぱね。うん、そういうことでしょう。この辺はちょっと濁ってんな。うん、いやー山深いねこれ山深いわ、熊いるわ、これ。和賀山系やっぱ人口も少ないから、よりなんていうかその田舎感が強いですよね。うん、おーすごいな、赤いのがまた綺麗でいいね。和賀仙人スノーシェット、まあ雪深いんでしょうね。次から次へとこういうスノーシェルターとかシェットとか出てくる。ああ渓流って感じだな。うん、なんか思ったよりも、うん、なんか満足感のある道だな。このその信号がない、そして家が少ない、まああるけどねそういえばだな、あの熊そばの感想を言ってないですね。まああの肉の量ね、意外と少なかった。まあそれぞれ高いんでしょうね、熊の肉って。その他熊カレーとかもあったけど、やっぱり肉の味をねこう、ダイレクトに味わうにはそばの方がいいかなと思って熊そばにしましたね。うん、まあ、思ってるより、まあ、処理がいいのか、あの獣臭くはなかったですね。そうだな、なんか、クジラの肉と、うん、そうだな、
豚肉よりは牛肉の間ぐらいかな、うん、牛肉のようなその臭みはもちろんないんですけどね、多分独特のあのこうちょっとあの臭みあるけど、食感はクジラと牛肉の間ぐらいですかね。そんな感じでしたね。まあ基本的に私自身は美味しいと感じました。はい。でもやっぱり高い、普通のそばがね900いくらだったけど、熊そばにするといきなり1600円だから、まあそれは希少価値があるんでしょうからね、しょうがないんだけど、もう一回食うかっていうとさすがに食べないですね。熊鍋みたいな感じ、もっとこう2000円ぐらいでもいいから、肉の量多ければね、考えないでもないですけどね。まあ初めて食ったから物は試しって感じでね、食べてみましたけどね、あと2キロで、北上西かな、高速に入る、そんな感じですね。まあ意外と私好きでしたね、ここね。なんか朴訥とした感じでいい場所だし、いい道ですね。これまあ時間があったらね、横手まで抜けて横手から帰ってもよかったですね。まあ早く帰りたいからね、まあ、そういうわけにもいかんけど、いいじゃないですかこの田舎の景色ね。まあということで締めますか。今日のスズライフは岩手県湯田ツーリングでした。以上です。